こんにちは皆さん。新宿区や港区にまたがる明治神宮外苑についてユネスコの諮問機関イコモスが文化的資産が危機に直面しているとし、9月7日緊急要請ヘリテージアラートを出し、事業者や再開発事業を許可した東京都に計画の撤回などを求めたと報じられました。ご存知の方も多いと思います。私はコロナ禍以降ほとんど明治神宮の森神宮外苑を訪れていませんが、以前は 1、2ヶ月に1回程度散歩コースにしていました。この場所は人が少なく静かで森林浴ができお気に入りの場所だったんです。坂本龍一さんがお亡くなりになった時、龍一さんが生前に神宮外苑の再開発反対運動をされていたと報道されました。しかしその時は正直その重要性に気づいていませんでした。私は新宿区民ですが、生活域ではなく年に何度かしか訪れない場所であり、周りの人ともその話題になったことがなく、申し訳ないですがそんなに重要に思っていなかったんです。しかしイコモスの再開発の中止を求める警告に対し、小池都知事がアセスについては条例答申に従って適切に進めている、都民の理解と共感を得ることは極めて重要と事業者には伝えてきている、そのことをしっかり行っていただきたい。基本は神宮というのは内苑と外苑とセットであり、今は外苑の話が多いが、これからの100年どうやって内苑の森も守っていくのかというところなので、そこも正確な情報を事業者に責任を持って行っていただきたいと、事業者に対して都民の理解が得られる説明をするよう促すコメントをしたのです。私じゃないと事業者に押し付けるようなその対応に違和感と不信感を感じ、興味を持つようになりました。神宮外苑は世界遺産に登録されていません。しかしユネスコの諮問機関イコモスは神宮外苑を世界の都市公園の歴史の中でも傑出した類例のない優れた文化的遺産と評価しているのです。111年前、1912年に設立された明治神宮の周りには広大な敷地があり、外苑はこの敷地の一部で公園として整備されました。神宮外苑は全国から寄付された約10万本もの献木を延べ11万人もの人々がボランティアで一本一本植えて作り上げた世界でも珍しい人工の森、神宮の森の一部です。さらに1926年、全国から3000本以上の樹木が寄付され、外苑の緑化が進められたという歴史もあるのです。イコモスは神宮外苑を世界的にも優れた文化的遺産と評価し、再開発によって100年にわたって育まれてきた森が破壊されると指摘しています。ではそもそも神宮外苑の再開発の目的は何だったのでしょうか。調べてみると、東京都が行おうとしている主な目的として次の点が挙げられていました。神宮外苑の施設を改修し、より多くの人々に利用してもらうこと、神宮外苑を訪れる人々により快適な環境を提供すること、神宮外苑を世界的な観光地として発展させること、そのために約3000本もの木を伐採しスポーツ施設を作り直し、高層商業ビルまで建てるということなんです。現在野球場、テニスコート、サッカー場などのスポーツ施設があり、スポーツイベントが行われています。しかし再開発によって
神宮第二球場、軟式野球場、ゴルフ練習場、バッティングセンター、フットサル、コートはなくしてしまうそうです。神宮外苑は山手線内側に位置し、新宿からも渋谷からもすぐの場所なのに、静かな森林浴が楽しめる場所。ここに大規模な都市化開発が必要だと思えないんですよね。すでにイチョウ並木の木が枯れかけているとの報告もあり、事業者からの報告に書かれているようです。影響が出てきているようです。樹木は根を通じて相互にコミュニケーションし、栄養や情報を共有しています。伐採されたり新しい環境になることで、樹木が周囲の樹木との根の相互作用を失ったり混乱したりして、周辺の樹木に影響が出た証拠でしょう。そのことを知ると慎重にしないとという気持ちも湧いてきます。明治神宮外苑は明治神宮とともに日本の歴史と文化に根付いた特別な場所であり、自然と静寂を楽しむための重要な公共のスペースとして存在しています。散歩やピクニックなどで楽しむ人も多く、憩いの場として親しまれています。明治神宮と一体化した今のままの神宮外苑の方が日本らしい世界的な観光地と言えそうな気がしますが、いかがなものでしょうか。故坂本龍一氏や村上春樹氏、サザンオールスターズなど著名人も反対しているそうですが、理解が深まってきました。実はもう一つ驚いたことがあります。8月上旬に小池百合子都知事は東京グリーンビズという取り組みを提案し、100年を見据えた緑と生きる街づくりとしてツリーバンクというコンセプトを導入することを発表しているんです。横文字を入れるのが好きな小池都知事らしいネーミングですよね。東京の緑を守る、増やし、つなぐ、生かす取り組みの強化により、都市の緑化や生物多様性の保全などを推進し、自然と調和した持続可能な都市への進化をさせてまいりますと書かれておりました。しかしイコモスからは、神宮外苑再開発で100年にわたって育まれてきた森が破壊されると指摘を受けています。これに対し小池都知事は、神宮というのは内苑と外苑とセットであり、今は外苑の話が多いが、これからの100年どうやって内苑の森を守っていくのかというところと発言しています。外苑はもういいや、これから内苑の森が100年存続できればいいやと言っているように取れませんか。これでは多くの人から反対を叫ばれるのも理解できます。ツリーバンクとは、再開発などの工事で支障になる木々を一旦引っこ抜いて別のという地に植樹し、工事終了後に再度都立公園などに植え直すという仕組みだそうです。伐採された樹木を別の場所に植え替えることで緑を守る意向だとのことなんです。しかしこの対策は本当に東京の緑を守るのに十分なものでしょうか。樹木の植え替えはそれ自体が樹木にダメージを与え、枯れてしまうこともあると聞きます。またこの事業は膨大なコストもかかるはずです。これが本当にきちんと考えた結果なのでしょうか。東京の緑も東京都民の税金も失われる愚策ではと思えてしまいます。そうしたらこんな記事もありました。
ライカの都知事選まで1年弱、参選を目指す知事としてはいつまでも樹木伐採で批判を浴びるのは都合が悪い、一部で伐採除堤と揶揄されているのも面白くなく、本人は何かと面を注ぎたいと東京グリーンビズの計画推進が急がれたという記事です。小池都知事に伐採除堤という別名称があったとは驚きです。そしてなるほどそういうことかと納得しましたが呆れてしまいました。こういうふうにいろいろと分かってくると考えるところが出てきます。再開発計画についての議論と意思決定は都民の声や価値観を尊重しもっと慎重に行われるべきです。しかし私もそうでしたが、誰でも自分の身に染みることでないと真剣に捉えず他人事になってしまうのではないでしょうか。そうこうしているうちに勝手に物事は進み、蓋を開けた時に何それ状態。この神宮外苑再開発に関して私はこのタイミングで知ることとなりましたが、ほとんどの都民は知らないでいるでしょう。小さな力ですが、ちょこちょこと話題にするようにしています。イコモスからの指摘は、東京の緑と文化を次世代に引き継ぐため、持続可能な未来を築くために、再開発計画の見直しや文化的資産と自然環境を守るために新たな方法を模索する時間を持つタイミングが今ということを提供してくれたのかもしれません。あなたはいかがお考えになりますか？よろしければチャンネルの登録、コメント、拡散をお願いします。